クリスマスに寒波が襲来しそうです。27日月曜日にかけて北海道から九州での雪について詳しく解説していきます。今シーズン一番の、寒さという形の寒波がですね、また、やってきそうですね。はい、少し上空の、気圧配置の方で見てみますと、こちらかなり北の方にですね、寒冷渦と呼ばれる、上空の、低気圧というのがあります。水曜日、木曜日とですね、こうだんだん下がって日本に近づいてくるような予想になっております。この動きに合わせまして上空の寒気の方も強まって日本にやってくるということになってきそうです。上空の寒気の方を重ねてみますと、紫色のマイナス36度以上の中心にこちらの低気圧がございまして、これが24、25あたりで日本に近づいて、この後ですね、上空の寒気が日本を覆うということになっていきそうです。今回西日本にもですね、こちらの寒波の影響がだいぶ現れますので、西日本の平野部も含めまして、そうした寒波の影響というのが現れる可能性があります。日曜日のところで大阪でも雪のマーク、日本海側も雪多くなっておりまして、広い範囲でまた雪が降るということになりそうですね。この平地でも雪が積もる恐れがあるということですね。そうですね、はい、東京なんですけども、名古屋、新潟、この辺りも含めまして氷点下3度といったような形になっております。はい、全般には週末以降気温冷え込むんですけども、月曜日の朝、東京の方この予想通りにマイナス3度になりますと12月の気温としてはかなり記録的な状況になりそうですね。西日本の気温の傾向、やはりまあ月曜日の朝がそこというところが多くなりそうですね。はい、高知なども氷点下3度といったような形、大阪についても月曜日は氷点下の冷え込みが予想されております。この先の寒気の影響による雪、そして気温の状況について確認をしていきました。最新情報は天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。ぜひご活用ください。